お腹すいた。お疲れ様でした。何みんな神器臭い顔してんのよ。戦いに分かったんだからいいじゃない。ほな、うちはこれで。今日のことはあまり気にせんとくんがええのんとちゃいます？いろいろあったけど、海水浴自体は有意義なものやったと思いますえ。ほら、みんな元気を出して。結束を深めるための集まりだったとしたら、成功だったんじゃありませんか？私もそう思うよ。お兄ちゃん、私たちも帰ろ。教授君、今日来なかったナオには私から伝えておく。お兄ちゃん、まだ起きてる？うん、今日はありがとう。姉ちゃんのことで頭の中真っ白になったけど、いろいろ落ち着いたよ。
舞ちゃん、大丈夫かな。お兄ちゃん、舞ちゃんのことは詳しいんだね。なんだか悔しいな。なんちゃってそれじゃおやすみなさい。Thank you.
高村先生。ちょっと。だって昨日のこと気になるじゃない。何か知ってそうなのは理事長先生くらいだし。昨日の子アリサちゃんだっけのことも気になるし、一体昨日何が行われようとしていたのか。それに戦いにかけていたのが自分の大切な人の命だったなんて。先生、おはようございます、高村先生。それに、トギハさん。おはようございます。三星海岸での出来事ですよね。ええ、しかし彼女は予期せざる存在でした。姫といえば姫、しかしそうでないといえば間違いではありません。どういうことですか。高村先生、一つお伺いしますが、あなたはシアーズ財団の斡旋でこの学園に来て姫伝説について調べていった、間違いありませんか。シアーズ財団は近年我が校のスポンサーとなった企業です。それはアリッサ・シアーズさんが在籍していたことでもお分かりでしょう。一番地はその時点で彼らの計画に気づくべきでした。私が伺っている報告では、シアーズ財団およびアリッサ・シアーズさんは
強制的に星読みの前に介入する計画を進めていたようです。あなたたちも聞いているはずです。地球に迫ってきている姫星の話を。それを返す儀式が星読みの舞と呼ばれるものです。じゃあやっぱり本当のことだったってこと？アリッサ・シアーズさんはシアーズ財団が遺伝子操作で人工的に生み出した姫だと伺っています。結果を聞く限りではそれもまだ不完全だったようですね。アリッサ・シアーズさんの幼い体では姫の能力は制御不能。チャイルドの暴走とともにアンドロイドと敗走。シアーズに回収された後死亡。私たちに何ができましょう。物語はすでに始まっているのです。誰がそれを止めることができましょう？そんな、あんな小さい子までが犠牲になってるっていうのに。物語を進めているのは私ではありません。私だって報告を受けたのはついさっきのことなのですから。どうして私たちが戦わなきゃいけないの？どうしてこんなことに巻き込まれなきゃいけないの？すべては守るため。姫星が近づいているのです。全て皆さん本人の意思だったはずです。大切な人を守りたいなら。トキハさん、あなたにだって。戦いを選んだのはあなた自身のはず。チャイルドを呼び覚ますまではあなたもごく普通の生徒と同じだったはず。だってあの時は、でも誰も今みたいなことは望んでなかった。大切な人をかけて知ってる人間同士で戦うなんてやっぱりおかしい。これは古くから行われてきたことなのです。
たくさんの姫たちの思いを犠牲にすることで姫星衝突の危機を回避してきたのです。でもだからって拒否をする権利はあった。しかしこれはあなた自身の思いが選んだのです。あれは私は私は申し訳ありません。運命の歯車は回り始めてしまったのです。私は戦わない。戦いたくなんかない。誰のことも傷つけないわ。こんなの真っ平よ。天川教授はおそらくシアースに。天川咲也さんのお父様です。彼はシアーズによっておそらく監禁されていると思われます。姫伝説に目をつけたシアーズ財団はその研究の第一人者である天川教授に研究調査を依頼した。しかし姫伝説の仕掛けとシアーズの目的を知った教授はおそらくシアーズを裏切ろうとした。情報漏洩の防止と研究の続行のために教授を。彼らは残りの現地調査と風化学園の状況を把握しておかなければならない状況だったのでしょう。したがって教授を監禁後行方不明ということにしてあなたに後任を任せた。それを利用と呼ぶならそうかもしれませんが、利害は一致していたと思います。もっとも天川教授の監禁については不確定情報ではあるのですが、どちらにしろ姫星が地球に迫り姫同士が戦わなければならない事実は変わりません。
アリッサ・シアーズさんは本来予定されていたこととは違う結末を迎えた。ただそれだけです。どうかご理解を。何でしょう。あなたはただ姫伝説の調査に来られたのでしょう。でしたらこのまま気の済むまで研究を続ければよいのではありませんか。どうしてそうする必要がありましょう。シアーズ財団が何をしようと、当学園とは何ら関係はありません。星読みの舞は、私が進めているわけではありません。アリッサ・シアーズさんの件は、先ほど申し上げたように、結果の一つに過ぎません。高村先生が、我が学園に在籍することを望まれないのならば、止めはいたしませんが。できればこのまま教師として。評判はいろいろ伺っていますよ。生徒の方々にも人気があるようですし。私が少し話がしたかったから。結局全部本当で、姫同士は戦わなくちゃいけないってことなのね。実は本題は別。その実は匠のことなんだけど。あのね、今度匠が10歳の誕生日を迎えるの。
何わけのわかんないこと言ってるの？私この前あの子に誕生日のプレゼント何がいいかって聞いてみたの。そしたらなんて言ったと思う？私がずっとあの子を子供扱いしてきたから、子供なんだからおとなしくしなさい、子供なんだから言うことを聞きなさいって。ママがしたくてそんなことを言ったんじゃないと思う。多分自分が病気でいつも誰かに頼りっぱなしだったから、せめて気持ちだけでも大人として扱ってほしくて。ずっと頑張ってきたの。それこそ私の苦労なんか比べ物にならないくらい。子供じゃない、むしろ私なんかよりずっと一人前よ。だから私は匠が10歳になったらちゃんと海に連れてってあげるって言ってあげたの。もちろんお医者様の許可が下りたらだけど、だから先生、あの子の誕生日一緒に海に行ってもらえないかな。あの子も先生が来てくれたらきっと喜ぶから。
当？よかった。ありがとう。大切な人がいる限り、私は戦えないよ。